せのことなのじゃ。この映像を見ればよーくわかる。面白そう。見る。棋聖仙台以上。今日なんでここにいるかというと、別に名所紹介じゃないですよ。ものすごいちっちゃいことやりに来たの。サイダー飲まない？は？ご当地サイダーってあるじゃないですか。あれの仙台サイダーって何か知ってますか？牛タンのサイダーあるらしいですよ。タン友達言ってた。これこれこれ、なんか某有名な番組に取り上げられてた。じゃあ2本ですか？いやマジで500円駐車場代払ってるから、まさかそんな。大丈夫。じゃあ飲みますか。いやすげえな。ズンコサイダーいきます。はい。これは東北ズンコちゃんですね。ズンコちゃん。言っていいですか。今年入って YouTube いろいろ撮ってるんですけど、一番今不安です。匂いまず。うわなんか。咳止めシロップみたいな匂いする。マジでマジで。いくよ、いただきます。これ食レポとしては美味しいっていう。本当ごめんなさい、本当にごめんなさい。なんだよ、まずなんだ今の。最低なんだけど。いやいやいや、無理無理無理。飲んでくださいよ、飲んでください。ボスボス飲んでくださいよ。美味しいじゃん。ちゃんとずんだの味して、これ全然飲めますね。ずんだサイダーありあり。うわダメなんだね。これ見てください、これ伝わりますかね、この鳥肌立ってる俺の腕。気分変わりですね。いやありがとうございます。そこじゃないんだ。うわゾッとする。美味しい美味しい。豆やん。めっちゃずんだの味する。だからあれでしょうね、ずんだ餅大好きっ子にはもうこれたまらんでしょうね。全然普通にいけますね。やっぱ仙台人すげえな。いやいや本当に、まあ、僕もね牛タン売ってるんで多分うまいことを願いますけど。じゃあまず匂いかな。パインっぽい、なんか柑橘っぽい、まあ、そんな俺匂いは嫌いじゃないか。嫌いじゃない。これに期待します僕。いきます。何これ。なんだろう、あのどこっては言わないんですけど、ハワイアンハンバーグ食った後のなんか口の中の匂いがする。肉系ってことですか。なんだここの辺かゆくなるんだけど。大丈夫かおい。ちょっとボスも飲んでこれ。あーこれ牛タンじゃなかったら美味しい。そう牛タンって言われなきゃ、まあ、ギリ飲めるけど、あのね牛タンって言われると牛タンの味がするんすよ。そうね、つまり牛タンを飲みたいと思わないっていうか。でも俺もうごめんなさい、本当にきつ、本当にごめんなさい。これに比べたらなんか4倍くらい飲める。いや俺そっち無理だわ。だってなんか牛タンっぽい味するもん、サイダーの。なんか牛タン溶かして飲むみたいな。いやなんかあーすげー残るこれ。うわこれご当地サイダーすげーな。ぜひ他県の皆さん、仙台にコロナが収まって遊びに来るときはですね、これを飲みに来てください。もしくはこちらでも結構です。いやすげー仙台のご当地サイダー。牛タンサイダーのすごい味のこれ、政宗公の像の下で皆さん飲んでみてください。牛タンサイダーですね、はい、ボスこれあれですかね、ご当地サイダー他も狙ってみていいですか。あ県外ですか。県外とかお取り寄せシリーズとかで。行ってみる。行ってみましょう。ちょっと夏にキリッと冷やして飲んでみたいと思います。今日はどうも本当ありがとうございました。